はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、ちょということで、やってまいりましょう。ということで、えーと、先週の動画ではコロナの後遺症がきついと話してましたけども、えー、おかげさまでだいぶ回復いたしました。はい、あの前先週のコメントどあ、先週の動画でね、あの本当に温かいコメントをいただいた皆様、本当にありがとうございます。そのコメントを見て、 だいぶ元気もらってでそこから一気に回復したっていう感じですねはい多分声の方も先週に比べるとだいぶ戻ってると思うんですよで体力記録ともに回復ほぼほぼほぼしたんじゃないかなとはい思いますで筋トレもまあコロナになる前はね1回あたり2時間から2時間半やってたんですけど さすがにちょっとそこまでやれる元気はまだないんですけどただちょっとこれを機にねトレーニングの内容をまた見直そうと思いますはいちょっとあのまあ1回あたり1時間ちょっとぐらいで収まるようにちょっとねインターバル短くしたりとかえセット数もね短く前まではもう本当にもう何て言うのドロップセットだったり 合わせちったあドロップセットだったりとかレストポーズフォーカーとかもうめちゃくちゃやりまくってたんですけどちょっとそういうことはなくして、えー、しっかりと、えー、聞かせるっていうことに重点を置いてちょっとやっぱり長い時間やるっていうのはまだまだちょっとねそこまで気力が持たないなっていうところがあるんでできる範囲、まあ、1時間ちょっとだったらもう全然バン,マンできるんで。 インターバルもちょっと短めに、まあ、筋肥大目的で90秒っていうところで、インターバル設けて、前まだ2分から2分半くらいで、ちょっと長めにインターバル設けてたんですけど、はい、ちょっとインターバルも短めにして、サクサクっと終わらせるようにしてます。はい、で、ちょっとね、記録が本当に戻ってきたなと思うのは、ずっとサボってた、パーソナルトレーナーの資格ね、<laughs> 資格の勉強も、 えー、ちょっとようやく再開しまして何かに言い訳つけてサボりまくってたんですけど、はいえー、やり始めました方、はいまあ、ちょっと年内に、ね、取るっていう目標を掲げてたんですけど、まあ、もう年内なんて到底無理ということで、えー、2023年こそはねパーソナルトレーナーの資格取ってパーソナルトレーナーとしても活動していきたいなと、はい、思います。はい まあ重量はね、こうやってちょっと単はまだ絡んじゃうんですけど、すいません。重量はやっぱりまだ戻ってこないんです。ただちょっと効かせるっていうことを意識してるんで、重量に関してはちょっとコロナになる前のものを追ってはいかないかな。そこまで戻せたらいいんですけど、うん。っていうことで、はい、本当にあのご心配おかけいたしましたということで、ちょっとガンガンこっからまたやっていきたいと思います。はい。 今週は週4日しか筋トレできなかったんですけど、来週からは週5行けそうかなっていう感じがしてます。はいえー、ということで、これ収録してるのが、まあ、昨日ですね、12月23日なんですけど、えーまあ、<laughs> 全然すみません、話変わりますけど、12月23日、まあ、ジム行って、この背中トレ、これ昨日のトレーニングなんですけど、トレーニング終わって、まあ、11時ちょい前くらいの電車に乗って帰ってきたんですけど、 なんかね、ちらほらとえホールケーキを持ってる人が電車に結構乗ってたんですよ。えなんでみんなホールケーキ持ってんだろうなーって、しかもこの時間じゃない、11時ですよ、夜の。もうこの時間でなんでだろうって思ったんですけど、明日、明後日クリスマスじゃねえかと。今年は土日がね、クリスマスイブとクリスマスなんで、まあ、僕は仕事ですけど、うん そうかとで明日用にきっとケーキ買って帰ってんだろうなーって思って、まあ、あるいは、まあ、まだお子さんとかがいない家庭なのかな、うん、家庭なのか、まあ、彼氏彼女と食べるのか分かんないですけどこんな夜中にねクリスマスケーキホールで買って帰るんだと思ってあーなんかねそこで僕ふと思ったんですよあーなんかいいなって羨ましいなってちょっと思っちゃいました。 <laughs> なんかねなんだろうね本当になんかコロナになっていろいろ価値観変わっちゃったのかななんか去年までは全然クリスマスだろうが何だろうがまあ同じ平,平日というかうんなんか普通の日と別に変わんないからジム行く日だったらジム行くし、うん、でまあジム行かない日だったらまあ仕事をやるしみたいななんかそんな感じで思ってたんですけどなんか急にね 急にふとなんか、なんか家に帰ってそうやってホールケーキー一緒に食べる相手がいるって、羨ましいなってちょっと思っちゃいました。っていうね。まあよく言いますよね。病気になると、ちょっと心寂しくなると。うん、なんかそういう感じなのかな。まあよくわかんないけど。うん。ということで、クリスマス、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、メリークリスマスということで、私は普通に仕事と、仕事が終わってからこの土日に出す動画の編集に追われておりますということで、 何、はいまあ、かね最近あのどうやら聞くところによるとサンタクロースっていないらしいですね、うん、あの僕が子供だった頃はサンタクロースいたんですよ僕が小学校4年生くらい、まあ、これ子供見てないだろうからお子さんがいる方はちょっとここで動画止めた方がいいと思います夢を壊す話するんで、はい、お子さんともし見てる方いたらここでありがとうございましたということで止めてください そう僕が小学校4年生の時だったかな10歳の時に、まあ、毎年クリスマスにサンタさん来てたんですよインターホン鳴らして玄関でプレゼント置いて帰ってくれるサンタクロースがいたんですけどなんかその時なぜかそのサンタクロースのまあ赤い服着てるじゃないですか着てたんですよでその赤い服の下にちょっと派手な柄の、まあ、いわゆるフリースってやつですよね 起きて,てあサンタさんも寒いからこういう服着るんだって幼心ながらに思ったんですよでその数日後にあの僕の父親の友達が近所に住んでるんでで、その友達父親の友達が同じ柄のフリース着てたんですよでそこで僕気づいたんですあサンタさんっていなかったんだって うん、だからそこでよく「あサンタさんと同じフリース着てる人だ,人,だ人がいるんだへえ」って「女」って「サンタさんっていないんだ」っていう発想にも変わったんですよねなぜか,か子供ってすごいなってなんかふと今思ったんですけどそうだそれで僕の中でサンタさんっていうのはいなくなったんですけどでもなんかね次の年も来たのかな来たんだけど弟いるんでまあ弟 はまだ信じてるから気づいいてててななしよようって思っ思たんんですよね、うん、だか,らなんか、うん、子供ながらにそういうところを気遣える子供だったんだなと <laughs> なんかすごいなと思いました、はい、で今の時代ってなんかサンタさんっていないらしいですね、うん、なんか普通に親がプレゼント買って渡してあげるみたいなのがなんか主流みたいなんですけど、まあ、でもサンタさんって実在はしますからねフィンランドかなんかにね うん、でちなみにあのサンタさんが乗ってるそのソリ弾いてるトナカイなんですけど動画終わっちゃったけどあのトナカイなんですけどトナカイって角生えてるじゃないですかでも実はトナカイ角生えてるのってオスなんですけどこの時期って角生え変わりの時期なんでオスって活発に動けないんですよなので実はサンタさんが乗ってるソリを弾いてるトナカイは全部メスっていうねメリークリスマッチョー